よし、やっていこう。あ、チャンネル登録者のやつじゃないよ、別に。威嚇ね、これは、一種の。なんでもあるじゃん、威嚇。あ、まあ、さっきのは威嚇だけど。なんか、ヒカキンさんとその、マフマフさんの対談を、まあ、YouTuber っていうところのニュースで見たけど。吐き気すんだね、動画上げる前。緊張で。俺、しないもん、別に。これがさ、嫌なんだけど、楽しく。でもね、確かに俺、攻めてないのよ。うん。それだよな。攻めたらちょっとね、すんごい緊張するかもしれない。俺ちょっと緊張してるもん。あの、100万人。どうせ誰にも響かないかもしれないけど。じゃあ今変えてみるか、ちょっと。デブ長風呂で死にかけるって動画にしよう。は?は?デブ!ひぃー!ちょっとこれはね、タイトルが長いので。デブ。デブ。長風呂で死にかけるデブ長風呂で死にかける。これはもう再生回数バリバリいくでしょう。ねえ、すごいね。投稿前に吐きそうになる。動画投稿にプレッシャーがあるか。へえ。もう俺ないわ。誰にも見られてねえもん、別に。ペッペスパスパーでもなんか、4人くらい見てくれてそうだよね、3人くらい。誰かは見てくれてんだろうね、俺の動画。でも、バカみてえ投げから。わかったんだよ、俺ニートだから気づかないけど、みんなって暇じゃないんだよな。もうさ、暇じゃないのよ。でも俺、バカみたいに1時間の動画とか上げちゃうじゃん。なんでって喋りたいからだよね。もうさ、生放送だと俺コメント待っちゃうの。それが退屈で仕方ないの。コメントを待つことがやめれば俺も生放送ってさ、生放送って人来やすいじゃん。みんなさ、慣れ合いたいからさ、慣れ合いたいとか触れ合いたいとか喋りたいからさ、はぁ、でみんな来るじゃん、生放送でもさ。俺の動画だとただ時間潰すだけだもん。面白いんだけど、みんな別に面白いもん求めてないじゃん。あー、くしゃみすごいわ。でも確かに緊張はしてないな、俺。プレッシャーとかないわ。くしゃみがすげえの。あれ、もしかしてこれチャンネル登録者700万人アレルギーか。え、なんでその体で喋ってんの。もう700万人いけないって思ってんだ。ね、いけると思わなきゃ、7000万人いけるって。でも面白くなれるとはずっと思ってるんだよ。それだけはやっぱ変わらないの。俺は面白くなれるんだろうな、これからもっともっと。でも面白くなれるとかそういうの痛いって思うでしょ。うるさーい。本当に俺はもっともっと面白くなりたい。自分の動画はやっぱね、見ないんだよね。なんでかって、喋ってる方が楽しいから。だ、本当に自己満足なんだろうな、俺の動画って。喋ることが楽しいだけだから、見てても面白くないんだろうね。だからさ、再生回数もいかないだろうと思ってる。別にもう、本当はめちゃくちゃいい動画かもしれないけど、みんなが気づいてないだけかもしれない。でも俺は違うと思うな、やっぱり。やっぱ長売れないとね、動画見てもらえないよね。でも動画はやっぱ10本以上とか上げちゃいけないのかな。まあいいや。マフマフさんとかプレッシャーでやられそうなんだね。俺ないわ、そんな。別にいつも。タイトルとかめんどくさいな、つけるの。タイトルってつけなきゃいけないかなとか思ったし。喋るのがやっぱ基本的に楽しいんだろうな、動画投稿ってね。でも動画投稿をすることによって、人気になれる可能性が0から 0.00001% になるじゃん。0ではなくなるのよ。俺がただ独り言してるだけじゃ人気にはならないのよ。でも、ベラ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 喋ることによって人気になる可能性はちょっとでも上がる。人気になってっていうか、お金欲しいな。ああ、お金欲しい。お金欲しいから頑張ってるわけじゃないよ。好きなことで金稼ぎたいのよ。ほんと仕事したくない。俺みたいなな、そこそこ面白いやつだな。これからもっと面白くなるんだけど、そんなやつに仕事させちゃダメだよ、みんな。ちゃんと責任を持ってね、俺を養ってくれ。面白いことするから。面白いおしゃべりバンバンするから。面白いのかな?わかんない。面白いってもんがわかんねえんだよ、俺も。ねえ。でも面白いと思うな。
俺は本当は俺の動画好きなんだけど、なんで俺の動画見ないって、俺の動画俺しか作れないと思ってるんで、自分の動画見るんだったらやっぱりね、動画撮った方がいいなって。本当にそういう曲なんかね、喋れない状態だったら俺はたまに見たりするけど、やっぱ俺の動画おもれえわ、バカおもれえの。でも反省とかしちゃうんだよね、やっぱりその、やっぱ反省しか見つかんないから、動画なんて、あ、ここもうちょっといけたら、もっと攻めろよと、もっとビシバシ攻めていけよって思うから、体力とかもね、おしゃべりの体力とかも別にやっぱ攻めなきゃダメよ。うん、ボケ数じゃなくてもいいけど、もっとガシガシ喋っていかないといけない。いや、もう俺の動画ってやっぱね、俺って動画10秒、巻き返せないんですよ、別にどうでもいいから。でも俺の動画はね、何してるか気になってね、10秒巻き返しちゃうんですよ。なんか突発的に変なことするんですよ、俺急に。だからね、読めないんですよ、俺でも俺の行動が読めない。だから今何した何した、お前何したって、だって、ははそんなことしてんのねって。だから俺の動画ってやっぱ絶対面白いんですよ。でも俺の中では最高に面白いんだよ。でもそれがちょっともう、うまく自分の好きなものを作る才能がありすぎちゃって、自分にしかわからないものをこれからもさ、ずっと投稿してたらどうしようと思うけど、まあそれはそれでいっか。ねえ、もうどうでもいいのよ。もう今日100本あげてやろうかな。もうお母さん休みであげれねえわ。うわー、あげられないよ。マフマフヒカキンの対談を見て触発された雑談で、いや、もう雑談ってどうしてもつけたいの。うん、独言もいいけど雑談もいいよね。いいよね。あ、でもやっぱ俺っておかしいんだね。みんな雑談とかしてるけどさ、結局誰か人がいるじゃん。俺ってやっぱおかしいのか、病気なんだな。あ、こんなん立派なアイデンティティだろ。もう個性の塊よ。うん、塊の個性よ。ね、個性の塊じゃないんだよ。塊の個性なの。個性の個性。個性そのもの。個性の大陸です。どうも。個性の塊がでかくなりすぎて大陸になっちゃいました。ね。新しい大陸へようこそ。はじめきよしろです。お母さんがいつ帰ってくるかわかんないからね。どんどんね、バシバシ喋んなきゃいけない。なんで俺は死期を悟ったようにめちゃくちゃ今日喋るな。え、死にたくないんだけど。ちょっとセーブしとこうかな。いや、そしたらこう悔いが残る。本当に死んだとしたら。ね、死を回避する、ライフハックとして有名なのが麦茶を飲む。って言って肺に水が入って死ぬっていうね。死に方か？あー、マジで死にたくないな。死んだら俺有名になれないんだよ。俺は有名になった方がいいでしょ。で、有名になっていっぱいかな。でも有名になるよりも、コアな視聴者たちを囲って、面白いことをするっていうかさ、しなきゃいけないんだろうね。大変だ。なんかこんなんで人気になんねえかな。でもこんなことしてるやつって多分いないからいいか、別に。俺しかいないんだから俺がやるしかないんだよな。使命感みたいな感じで口出してるけど、別に楽しいからやってんだよ。漫画読みたい時はとことん漫画読むよ。やっぱり趣味でいっぱいお金稼ぎたい。まあお金っていうか生活費が欲しい。俺まあやっぱ親のすねかじってるからさ、別に何とも思ってないんで俺が親のすねかじってんの。別にね、最初は思ってたかもしれないけど、今はなんか当然のようにね、すねかじらせていただきます。でも俺すねかじってないよ、別に。お金もらってるけど、すねかじるって汚いじゃん。何気持ち悪っ、ふざけんなよ。キモいな、すねかじるっていう言葉考えて。すねかじるの嫌じゃない？ていうか人のどの部分もかじりたくないんですけど。え、嫌だからって、それ嫌がらせでそんな単語作ったやつなの？性格悪、性格ワンルワンルほんとにな。だ、多分その言葉作って地獄に落ちました。はい、ね、落ちてないのなら今から俺が地獄に道連れにします。はい、俺は地獄の往復切符を持ってるので、ね、ずるいでしょね、地獄の年間パス持ってるんでね、地獄へ道連れって言っても俺だけ帰ってこれるんで、片道切符じゃないですよ、往復切符。うん、スイカなんで、地獄スイカ。はい、お前らだけ地獄に置いてくかんな、ほんとに。なんでそれ、ガキに説教するときのお父さんか。うん、お前を地獄に連れて置いてくかんなって。なんだそのお父さん、怖っ。
糖質 3% ね、デクのね、ピリピリピリって 3% じゃない、統合失調症 3% って。いや、そうやってさ、精神病の名前を出してさ、その笑い取りに行くのよくないと思うよ。だって本当にそうやってそれで苦しんでる人がどう思うのかな。知りません、知りません、わしゃ知りません。いや、エセ関西弁もっと喋っていきたいな。関西人を怒らせていきたいな。でも関西人って野蛮だからな。それで怒るんだよ関西人は。野蛮じゃないよ別に、みんないい人たち。いや、わかんないよ。いや、でも絶対俺は、俺大阪あんま行きたくないもん。怖い街だと思ってるね。偏見すごいでしょ。でもね、大阪行ったことあるけどね、そんな怖い街じゃなかった。なんでかってホテルにずっといたから。まあでも東京も怖いんだろうな。ということで、マフマフヒカキン対談に触発された雑談でした。ああ、俺もなんかプレッシャーを持たなきゃいけないのかな。すごい楽しくやっちゃってるもん。くっそ楽しいな。でもだって自己満足だもんな。ただの作品じゃないもん別に。ただ動画垂れ流してるだけなんだよな。それになんか金も何もないんだよ。でもお金欲しいんですよ。なんでかってねえ、 iPhone 買いたいから。無駄に iPhone 買いたい。仕事して稼ぎたくない。でも俺は多分いい人間だから、みんなからもらったお金無駄に使えないと思うんだよな。いや、わかんないよ。俺はまたよりクズに磨きがかかった、うん、いるかもしれないよ。俺はなんでクズに磨きがかかるの。俺クズなわけないだろ。そうかな。俺はどんな顔してるんだろう。真顔の顔、なんとも言えないよね。真顔って感じじゃない俺の顔。これは真顔じゃないです。なんとも言えない顔してるな。まって感じの真顔してるよな。またねー。